飲みすぎじゃない？そう？まだまだいけますよ。酒強いからね、俺は。はあ、もう終わり。解散。お疲れ様でした。夜はまだこれからだよ。いやいや、俺お風呂入ってくるからね。もしかして覗けってふり？乱入した方がいい？どっちもしないで。ちょっとそれどっちだ？ふりじゃないって。やめてね、セクハラおじさん。っていうか、俺の風呂は？あ？俺の風呂、俺まだ入ってない。ちょっと俺の風呂ないんだ。風呂ないって何？じゃあほら、先に入ったら？いいの？はいはい、早くしてね。はーい。遅いな。三上さん、まだ？おじさんはどんなに磨いてもピカピカなおじさんに。三上さん、起きて。お、寝て。何？ローストくんに覗かれた。はあ？ダメだ、この三上さんは捨てていこう。あ、いや、ごめんごめん、今上がりますからね。ちょっと危ないな。よろけちゃった。あ、もう。ほら、体拭いて、ちゃんと服着てよ。何？見守ってて。は？俺の着替えを見守ってて。何の罰ゲームこれ？ホストくんちのバスタオルいいよね、持って帰っていい？ダメ。ケチ。何でもかんでも持って帰ろうとしないでよ。あれ？パンツ。俺のパンツない。あるでしょ、そこに。脱ぎ散らかしたやつ。綺麗なのが履きたいよ。ないです。寝室のクローゼットに新しいのあるじゃん。嘘つくなよ。なんで知ってんの？怖いんだけど、この人。このパンツ、ロスト君とお揃いなんですね。パンツに情緒左右されすぎでしょ。はい、服。いつも誰かさんが勝手に着てるやつですよ。ああ、いつも俺が勝手に着てるやつ。罪悪感ゼロなんだね。なんか言った？いいえ。じゃあ次、俺入るから。三上さんはほら、あっちで髪の毛乾かしなね。あ、自然乾燥でいいかな。無理無理、濡れたままソファーで寝ないで。厳しい。当たり前でしょ。ほら、行って行って。三上さん、ドライヤー。寝てるし。髪びっしょびしょじゃん。迷うな。黒井さん決まりました？俺はチーズインハンバーグ。ちゃんとワンパクで助かります。は？僕も黒井さんと同じにしようっと。先輩は決まりました？黒井さんがおごってくれるならカットステーキ。おごらねえよ。はあ、じゃあオムライス。はい。ミヤ君は？僕はチキンステーキにします。あ、見てください、あれ、寝転ぼだ。おお、運んでる。運んでますね。あ、通してほしいな。あ、すいません。黒井さん寝転ぼに。ああ、ユキさんが。黒井さん、黒井さんと寝転ぼ遭遇の衝撃が強かったみたいですね。反則ですよ黒井さん。あ、何がだよ。ユキさん落ち着いて。寝転ぼのことなんだと思ってるんですか？そこを掘り下げるんですか？何ってなんだよ、配膳ロボットだろ。あ、来た、僕たちのテーブルかも。ああ、違った。腹減ったな。黒井さん、そんな残念そうな顔しないでください。きっと来ますから、寝転ぼ。黒井さんのところにも来てくれますから。そんな顔してねえだろ。いや、完全にワクワクからのがっかり感出てましたよ。正直出てましたね。出してません。あ、黒井さん、ついに寝転ぼがこっちに。え？ご注文のお料理をお持ちしましたな。あ、どうも。はあ、黒井さんってロボにも優しいんですね。うるせえな。
なんか反射的に出るだろう。黒井さん、そこは語尾ににゃをつけないと。デザート頼んだらまた来てくれますかね。黒井さん、ありがとにゃのリベンジができますね。しねえよ。あと、撫でると反応するらしいですよ。へえ。ああ、黒井さんが撫でたくて仕方なくなってる。なってません。黒井さん、僕もいっぱい泣けます。にゃーって泣けます。し、周りがざわつくだろうが。ユキさん、けなげ。撫でてあげたらいいのに。どういうことだよ。ほら、ユキさんが待ってますよ。黒井さん、僕より寝転ぼがいいんだ。僕も泣けるし、配膳もできるし、仕事だって頑張ってるし、将来的に黒井さんにあんなことやこんなこともしてあげられるかもしれないのに。わかったよ。ほら。黒井さん、好きですにゃ。おめでとうございます。何がだ。何見せられてんだこれ。お前な。ご注文のお料理をお持ちしましたにゃ。あ、黒井さん、寝転ぶが。なでなでチャンスです。いいって。もう、じゃあ僕がなでよう。すぐったいにゃ。かわいい。僕もなでたい。もっとなでなでしてにゃ。じゃあ俺も。あったかいにゃ。ほら黒井さん、行っちゃいますよ。しつこいにゃ。あ、なんでだよ。黒井さん、残念でしたね。黒井さん、僕は撫で放題ですよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。黒井さん、ごちそうさまでした。悪いな清美、ごちそうさん。うわ、レジ混んでる。僕並んで払うんで。あれ、ん、うわ、黒井さんと先輩がレジ横のおもちゃの虜に。君のお家に行きたいにゃ。黒井さん、どんだけ寝転ぼにハマってるんですか。いや、これは正直欲しいだろ。喋るんだぞ。お友達になれるのにゃ。またしつこいって言われますよ。お前にはこれ買ってやろうか。これで家でも仕事できるな。黒井さん、これはどうです。寝転ぼと合わせたら完璧ですよ。ファミレス屋さんごっこです。いらないな。ああ、こっちのがいいですかね。ほら、ユキさんとのあれで。お医者さんごっこです。どうぞ。お前な。もう何やってんです。あ、懐かしい。僕これ持ってた。うわ、俺これの鉄のやつ持ってた。僕のは暗闇で光るやつでした。懐かしい。なんか買いたくなっちゃうね。シャボン玉買いましょう。屋上でできますよ。さすがに怒られないかな。おい、もう行くぞ。昼休み終わる。あ、はーい。あれ、黒井さん何買ったんです。寝転ぼ。イバルが始まりましたね。はあ、夏が始まったな。僕たち周りからどんな風に見えてますかね。先生と生徒だろう。制服着てんだから。禁断の恋に足を踏み入れちゃってる先生と生徒に見えてるかも。もう誰も言わないから一応言うけど、なんでユキさんがここに。あっくん、もうやめていいよ。無理しないで。大丈夫です。シュンと同じ布団で寝てもいい。待って。待ったらいいの。